マイクロソフトのブースに来ています。毎年非常にこの大きなスペースを取ってですね、展示を続けてきたマイクロソフトなんですけども、実は今年を最後にですね、このフェスからは撤退するということで、来年はもうフェスにマイクロソフトは出展しないということがもう発表されています。毎年ビル・ゲイツの時代からですね、基調講演を行って、今年もビル・ゲイツの後を継いだですね、スティーブ・バルマ CEO が、最後の基調講演をやりましたけれども、今年の展示は Xbox、あと Kinect、そして Windows 8、Windows も モバイルですね、の出展などが中心になっていると思います。あとやはりマイクロソフトとしてはこれから力を入れていきたい、クラウドビジネスですね、スカイドライブなんかの展示もあるようです。それでは詳細をまたご報告します。